ターゲットフロンティアは、久根崎徹作の競馬データベースソフト。2010年現在は、JRA-VAN データラボ対応版のターゲットフロンティア JV が提供されている。もともとは1992年に JRA-VAN がサービスを開始したのに、伴い、1995年に PC-9800 シリーズの MSDOS 上で動作する。 フリーソフトウェアとして作られたターゲットが前進。1997年に現在のソフトの直接の前進となる Windows 版のターゲットフロンティアが公開され、JRA-VAN の提供データ拡充に伴う形でバージョンアップを重ねた。2004年に JRA-VAN データラボがサービスを開始したことに伴い、同サービス対応のソフトとして、 ターゲットフロンティア JV を公開し、現在に至っている。1998年に一時シェアウェア化されたこともあるが、現在は再びフリーソフトウェアに戻っている。MSDOS 版の公開当初から、競馬雑誌、競馬最強の法則などで、大々的に取り上げられており、JRAVAN が毎月公開しているソフト利用者ランキングではここ。 数年ずっと1位をキープするほどの人気を誇っている。またグリーンチャンネル、明日のレース分析、明日の勝ち馬検討者といったテレビ番組でも、過去のレースデータ分析等で、本ソフトが使われている。ありがとうございます。